黑洞。 ルルプンンテ、J、リーーグサッカーチャンネルのツッツンですということで、今回は、片野坂大分の冒険は続くよということで、川崎対大分ですね、天皇杯プレビューの方やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ本当ですね、僕のチャンネルね、4チーム、まあ J1 は4チームですね、まあ鳥栖大分、福岡浦和とやっているんですけども、ベスト4、天皇杯ベスト4に、この2チームが残るこの幸せ、このね、シーズンが終わった後も、もうリーグ戦終わった後も、 こここのの、えー、プレビュー動画が上げれるるとと幸せを僕は非常に、えー、感じててていいいわけけでござまますすども、えー、やっていこうと思っう思よろしくお願いいたしますということでございましてまずこちらから見ていきましょうかね川崎対大分ということで、まあ、今シーズンですねリーグ戦の最終成績でございますけど川崎、まあ、優勝おめでとうございますという話になっていきますけども28勝8分けの2敗そして1位でございますまあ1位でございますこれで1位じゃなかったらという話になってきますねそして、えー、2勝2分けの1敗これは 最後の成績ですね。ラストリーグ戦5試合の成績が2勝2分けの1敗ということで、あれって感じがしてますけど、意外と、ね、2分けの1敗かっていう感じがしておりますこの1敗はまあ苦手、川崎が苦手かどうか分かりませんけども、こ金近年負けている、えー、九州でサガンとす相手の1敗でございます。そして、対する大分、9勝8分け、21敗で18でございました。直近最終か最終5試合が2勝1分けの2敗でフィニッシュということで、まあえー、ラスト5試合に関してはまあ5分5分。これ これもちろん対戦相手の問題とかあるんでこれは一概に言えませんが、まあ、似たようなラスト5試合のフィニッシュだったりおチームでございますねそして今シーズンのリーグ戦の成績でいうと、まあまあ、この大分の0勝2敗というのはリーグ戦の成績ですね、まあ、今年は勝つことができませんでしたが、まあ、1年前は、えー、勝ってますから1年前大分ホームのゲームで勝っておりますそして、ね、さっきも言ったんですけど川崎はちょっと、ね、九州勢に弱いのかなというのがあってこちらでございますね、えー、まず大分プレビューか大分プレビューで、まあ、そこはちょっと後から話しましょうか、ね ねえー、大分プレビューということで、片、ま、野、あ、坂監督の熱い思い、あの柏戦の本当、雰囲気良かったですね、本当、多くの方がツイッターの動画、ねまあ、ツイッターの動画、僕のじゃないですけれどもね、ツイッターに上がっていた、あの柏レイソル戦の試合後の雰囲気を見ているとこう、本当、熱いものが、ね、込み上げてくる、本当、いろんな方がこれ、ね、ああ、大分いい雰囲気だねって言ってくれて、本当、それはコメントとか見ていて、本当にそこは、えー、こっちも嬉しくなった、えー、次第でございます。そしてこののモモチチベベですねこれ加藤坂監督のためというモチベがいうがつも 以上の力を引き出す可能性があるそこはやっぱメンタル僕はサッカーってやっぱりメンタルのスポーツと思ってます。まあ本当監督とメンタル同じぐらい大事と思っておりますので、この思いというのが僕はねこれ天皇杯準決勝にぶつけてくるんじゃないかっというのがやっぱありますけどもねそして、まあ、対柏戦のようなプレーまあこれどういうことかというと、もちろんこれ一つはセットプレーを大事にりゴール前に顔を出してそこでプレーすることによってファールをもらってこの間の下田北斗選手のような、まあ、フリーキックセットプレーから一発バズンと決める可能性もあるというの とやっぱりゴール前の崩しいですね。本当最近の大分の、えー、ゴール前での崩しい、本当パターンが豊富で、まあ、細かいパス交換でゴール前に迫っていくみたいな動きが非常にこれは素晴らしいものがあると思うので、こういうプレーはねこの川崎相手にも積極的にやってほしい。そこはちょっとギャンブル的になるかもしれませんけども、えー、見せてほしいと思いますね。そしてまあリーグ戦は最後2連勝締めで終わっているので、まあ、気持ちよく、えー、まあなんだかでもちょっと降格はしてしまったんですけれども、最後は気持ちよく終えることができたんじゃないか。この勢いをこのカップ戦天皇杯ぶつけて 本当しいろんな意味で良いはず、本当といろんな意味でポジティブに、ね、良いはずとは僕は思っております。まあ、やっぱりこれ、勝たの沙監督、本、ま、当、あ、まあ、なんていうか言い方悪いですけども、J2 に落ちてしまって、そこの、えー、監督でございますので、ちょっと重たい雰囲気あってもしょうがないかなっていうのがあったんですけども、まあこれはね、これ J リーグトップクラスで、えー、雰囲気がいいのは僕は大分じゃないかと思っています。そういう意味でもね、ねこれ大分、何か起こすんじゃないかという期待は持ってますけどもね。はいそして、ね、次、えーピック アップ,プレイヤーは高木選手ですね、まあ、この高木選手もこの間、最後、ね、片野坂監督と肩をこう抱き合って喜ぶ姿が印象的でございましたけれども、まあこの試合、試合に向けて言うのであれば、やっぱり川崎相手にどれだけゼロの時間を長く継続できるか、これやっぱ高木選手にもかかってくる、もちろんこれディフェンスの選手にも同じことが言えるんですけれども、最後やらせないところ、ゴールキーパーにかかる部分も多いと思うので、そこは期待したいですね。そしてこれはカップ戦でございます。まあリーグ戦じゃなくて、カップ戦でございます。そう失点さえしなければ最悪 形成まで持ち込む可能性がある中う話でございます。まあ とね、失点さえしなければいいんでそしたら五分五分といわれる PK 戦に持ち込むことができるのでそこも意識してまあ守備的にある、まあ、守備的にいくとは思いませんけども、まあ、ある程度まあ受け身になるのはしょうがないと思いますがしかし最後はやらせないところそこはこのゴールキーパーの活躍に僕は期待したいと思っておりますねそしてもっとカップ戦タイトル、まあ、決勝に行くかどうかこれは首相高木選手の手にかかってと思うので僕はそこはこのキャプテン高木選手、えー、期待をしたいと思いますね ますまあこれがだからどういうね川崎からしたらモチベーションでくるか本当これはねカップ戦のタイトル今年ルヴァンカップ取れなかったんでねそこはやっぱりこのカップ戦タイトル一つは取りたいと思っているはずでございますしまあ、えー、昨年というか、まあ、昨年度ですけどもね、えー、優勝しておりますガンバ大阪を決勝で破って昨年度、えー、天皇杯優勝を飾っているのが川崎フロンターレ、えー、ございますのでまあ、連覇の勝っているのが川崎フロンターレでございますここはやっぱり連覇に向けてのモチ チベーションさそこがどれだけ大分を、まあ、この片野さん監督と共にというそこを上回ることができるかかなと思いますそしてあとはカップ戦の結果で言うとなんか川崎の今年にカップ戦の結果ってあんまり良いイメージが僕はないあの天皇杯だったですよねあの長野パルセールがだから天皇杯か天皇杯で長野パルセールに苦戦したりとかねこれなんか川崎って今年カップ戦の成績が、ね、良くない良くない成績が良くないというか内容があんまりねよろしくないような感じがしますこうねカッップ戦でバシッとすっきり勝っ勝たっていうの 少なないいのかなっていうのが僕のか僕印象でございます、まあ、全部カップ戦見てるわけではないのでなんとも言えないんですけども天皇杯は長野パルセーロに苦戦したりとかあとルヴァンカップは結局裏側に、ねまあ、勝つことができずで、まあ、敗退とかなんかこれ川崎のカップ戦はちょっと今年は様子がおかしいというのが僕の中であるので,でもこれ、まあ、リーグ戦とカップ戦そこはやっぱ違う難しさがあるのかなという感じがしますそしてまあこれ以上九州に負けられない、まあ、九州勢に負けられない、まあ、1年前さっきも言ったんですけども大分に敗れてじゃあ今年はね 九州で大丈夫だろううとと思ってていいたら福岡ににれれそして鳥栖にも敗れということでこの1年間で3回九州勢に敗れている、まあ、リーグ戦だけですから、ね、これリーグ戦川崎のこの2年間で負けの回数を考えたときにこれ九州勢の頑張り余地が目立つわけでございますので僕はこれね川崎からしたらそこの悔しさあると思いますので早速をどういうそこをモチベーションに変えてくる可能性もある感じがします。そしてまあ、あと川崎一番多分ね多分天皇杯連覇と同じぐらいのこれモチベーションにつながっているのが、まあ、決勝、決勝。 決勝で大久保ののいいいるるセレスととやりたいというのがあると思います、まあこれ残念ながらですねこれえ浦和レッツがセレスス査阪の方はやっつけちゃうんでね、えー、我が浦和レッツがやっつけてしまうんでこれはかないませんちゅう話になってきますけどもまあ川崎からしたらねこれえまあ大久保川崎フロンターレに所属している大活躍したこの大久保選手との決勝をねこれやりたいって思っているはずでございますので川崎のこれねモチベーションの理由づけとしてはやっぱり天皇杯連覇そして大久保よしとやりたいっちゅうのがあると思うのでそこがやっぱりね川崎をまた一 上のレベルに引き上げるんじゃないかいつも以上の力を見せてくるんじゃないかと僕は思ってますけどもねはいそして最後ピックアッププレイヤーは山根選手ですねまあ、右サイドバック今年はディフェンダーでベストイレブンに選ばれた山根選手でございます、まあ、大分も守備のファを5バック後ろ5枚で守ってくるのでやっぱサイドここをどうやって崩すかまあ、そこをどうやって押し込むかこのサイド攻略の鍵はサイドバックの山根選手がどれだけ高い位置を取って押し込むことができるかにも勝っていくと思うのでそういう意味でもサイドバックの山根選手の名前を挙げさせてもら もらいましたそして、あとはやっぱ代表定着や J でアピール、まあ、現在日本代表に選ばれている山根選手でございます、ここですね酒井選手の争いになっていますので酒、ねまあ、井弘樹、山根のこれ、J リーグでプレーしている酒井弘樹とこの山根選手が、えー、右サイドバックの日本代表のレギ,ュラーレギュラーを争っている段階でございますので代表定着、そしてレギュラーダッシュ向けてこれ J リーグでアピールせない感じのやっぱり山根選手は注目の選手の人になってくるんじゃないかと思いますけどもね。はいということで今回以上になりますね、まあ、本当天皇杯決勝をかけたこの試合 熱いゲームになるんじゃなくて,期待してえ、本当楽しいゲーム期待したいと思いますけどもね。はい、ということで以上になります。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルの常で良かったチャンネルとクリします。さよならっ。